日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日は日本の大人について。大人、はい、皆さんおはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。前の回では日本の子供について話しましたね。子供たちは元気ですということについて話しました。今日は日本の大人について話したいと思います。日本人、皆さんは日本人にどんなイメージを持ってますか？日本人、どんな人たちですか？普通、日本人のイメージを外国人に聞くと、ああ、日本人は真面目ですね。真面目。たくさん仕事をしますね。たくさん仕事をする。ちょっとシリアスかな。シリアス。あとは少しシャイかな。シャイ。まあいろいろなイメージがありますよね。これはまた半分正しくて半分間違ってますね。前回子供の話をしましたね。例えば子供も電車の中ですごく静かですよね。だけど家の中とか友達といる時とかすごく元気という話をしました。日本人の大人ですね。大人も似てますね。同じですね。例えば会社の中ではすごい真面目です。仕事をたくさんします。あまりこう笑ったりもしないかもしれない。すごく真面目、シリアス、ね、仕事の中ではすごい真面目な人が多い。だけど仕事が終わった後居酒屋に行ってお酒を飲んで、わーはっはっは、乾杯ね。あとはライブコンサートに行って、わーベイビーメタルベイビーメタルたちじゃないんですけど、まあいろんなライブコンサートに行ってね、おーとか言ったりね。やっぱりねオンとオフが結構クリアですね。仕事の時はすごい真面目ですけど、お酒を飲む時とか遊ぶ時ね、友達と一緒に遊ぶ時とかはすごく楽しそう、ね、そういう人が多い。だからまあ仕事をしてるとこだけを見るとね、なんかサラリーマンはちょっとなんか怖いなって思うかもしれないですけど、それは半分本当ですけど半分は違います。その人は多分趣味があります。いろいろな趣味がありますね。音楽とかスポーツとかなんか趣味があるはずですね。でその時はとても楽しく時間を過ごす人が多い。まあ世界中の人が同じですね。みんな仕事をする時と遊ぶ時全然違いますからね。それではまた皆さん、チャオチャオ。またね。